ペヘレイは、トウゴロウイワシメアテリノプシツカの魚の一種。南米ラプラタ川原産だが、日本でもいくつかの湖に移入されている。ラプラタトウゴロウという和名もある。ペヘレイという名前はスペイン語のペッツデルレイに由来するとされる。ただし中南米では、原産のトウゴロウイワシ類を総称して、ペヘレイと呼んでいて、分類は明確ではない。制御の全長は50センチメートルに達し、 アテリノプシス科の魚では最大種である。近縁で日本産のトウゴロウイワシと同様に鱗が硬く、2機の背びれを持ち、体側に太い銀色の縦体がある。ただし、トウゴロウイワシに比べるとずっと大型で目が小さく、ふんがやや前方へ伸びている。ラプラタガーゲン酸と言われるが、現在では南米各地の淡水、寄水域に広く分布している。 日本には1966年に神奈川県淡水魚増殖試験場にアルゼンチンから持ち込まれ、その後丹沢湖や相模川などへの放流が行われた。また、霞ヶ浦の試験場でも1985年に養殖実験が行われ、現在では同浦への定着が確認されている。1999年には、 底引き網で漁獲される魚の8割を本種が占めるまでに増殖し外来死問題が危惧される状況となったが、その後は減少に転じた。また、最近は埼玉県でも養殖が行われている。水域の表層で群れをなして泳ぐ。植生は肉食性で、小型の魚類、甲殻類、水生昆虫などを捕食する。日本での産卵期は産農6月だが、 秋の産卵も報告されている。卵は付着糸があり、水草などに産み付けられる。水温により成分化が決定され、水温の上昇とともに、オスの比率が高まるが、文化メカニズムの詳細は解明されていない。約2年で制御になると考えられている。半透明の白身で、味や食感は、サヨリアキスに近い。日本では刺身、天ぷら、ムニエル等で食べられるが、 流通量は多くない。相模川などでは釣り合い効果が時折釣り上げている。原産地の南米では食用や釣りの対象魚として重要で漁獲量も多い。セビチェや焼き魚などで食べられる。小型のものも丸揚げ等で食べられる。環境水温と魚類の成分化との関係。ありがとうございます。